ちは、いばちば TV です。3月6日日曜日、栃木県茂木サーキットに来ております。今回茨城県牛久市在住、ザップスピードレーシングチームに所属している高見総龍選手、今シーズンから本格的にスーパー FJ にシリーズに参戦。今日は茂木スゴーシリーズ開幕戦となります。予選レースを見事ポールポジションを獲得した高見総龍選手、
玉城恭龍選手、そして第3位ゼッケン87宇野3万円、3位2万円、さらに茂木町賞としてお米の詰め合わせセットが贈られます。お願いします。それでは中央のカメラマンに見せよう。第2位玉城恭龍選手、2位おめでとうございます。はい、どうでしたか。いやスタートが全てですね。スタートはあれはどういうミスなの、ミスではない、まあ、そもそもちょっと反応が遅れたのはあるんですけど、その後2速から3速が入らなくて、そこで失速した。そういうことなんですか、はい、でも5位からよく、そうですね、ペースあったので2位まで、もう多分あのミスとあの僕らが使ってない方の車がタイヤ垂れるって聞いてたので、はい、まあ、あの後半絶対追いつけるだろうなと思ってたんですけど、ちょっとトップまで遠かったです。でも最後ファーストテストラップって言ってたからね、はい、最高順位だから、はい、確実にアップはしてると思うんで、はい、次は筑波、はいはい、頑張ってください、はい、頑張ってください、どうも。